Wrestling, like football, which we call soccer, is a universal sport. And we sometimes think that we have the sole proprietorship of it here in the United States. This is not so. Recently, Chavo Guerrero won the world's junior heavyweight title in a tournament in Japan by defeating Kenji Kimura. Now, the trouble is that was 10,000 miles away, and I'm pleading Chavo's case right now. And as Chavo says, when I want to convince people here that I am recognized as the world's junior heavyweight champion, not only in Japan, but wherever Japanese authorities are recognized, then he finds that he runs into trouble. He has made available to us portions of the tape where he wrestled Kenji Kimura for the title and won it in Tokyo. And in this particular match, we are going to show you how it looks and how it sounds when you are sitting watching television in Tokyo. So the voices that you hear will be in Japanese. So compare this to some of the announcers that you've heard wherever you have heard wrestling telecast, and see what sort of a job the Japanese do on this. But also see what a tough little cookie Kenji Kimura is, and the fine wrestling of Chavo Guerrero, and then take note of the certificate and the trophy and the belt that are awarded at the end of the tournament and at the end of the quest to find a legitimate man to hold the world's junior heavyweight title. Chavo has challenged any man who has the credentials to meet him, and he will put his title at stake. This, of course, says a lot for the credentials of Chavo Guerrero. But let's look in now and pick up Chavo Guerrero in the ring in Tokyo, Japan. を継承いたします。チャボ・ゲレロ、メキシカンテクニックを見せました。山本さん、今のはですね、そうですね、足そして首のあたりが決まりますよね。はい、そうですね、腕もコブラツイスト、木村が切り返します。リングのほぼ中央でコブラツイスト、猪木譲りのコブラツイストに取りました。木村健吾、チャンピオンも盛り返します。さあこれはどうでしょう。左の足が復しています。しかし余裕を持って、おっと返そうとしますが、木村が足を払います。桜井さん、この辺見応えありますね。そうですね、まあ、木村君のコンディションいいようですね。はい、だんだんエンジンがかかってきてるんじゃないですか。そんな感じですね、はい、木村健吾としては得意のサイドスープレックス、あるいはまた必殺チャンピオンに輝いたパイルドライバーをヒットさせたいところ。しかし山本さん、はい、必殺パイルドライバーをですね、木村としては狙いたいと思うんですが、はい、1回武道館スーパーファイトで戦っている、はい、チャレンジャーのチャボもこのかなり手の内知ってますからね。そうですね、だから正直言って今細かい技を使ってますよね、はい、細かいで、ね、やっぱりスタミナを取るとか、いろんなこと考えてるんでしょう。よく関節を使いますよね、はい。木村君ね、スタートからのチャボゲレロに先手先手と取られてますよね、チャンピオンですからね、別にその受けのレスリングをやらなくてもいいわけですね、はい、もうやはりその若いチャンピオンなんですからね、もうガンガンそのね、攻めのね、攻撃的なその防衛というのがね、あってもいいと思いますね。エンジンが攻めた方がいいと思うんですよね、エンジンがかかりつつあるんですが、はい、やはり武道館のファイトの時のことを思ってですね、何か慎重すぎるような気がしますよね。そうですね、おっと回転した、蹴りで返すか、攻めた方がいいですよね。本田さんって、よくスロースターターとかで、エンジンがかかった速いとかなんとかっていうことを言いますよね、よく、はい、スロースターターじゃいけないわけですよね、ええ、プロレスラーとのリングがあったらもうお客さん見てるんですしね、もうその始まった1秒からもう始まってたわけです、戦いは。なるほど、だからスロースターターなんてはいけないんですよ、それを直さなきゃいけないわけですよ。そういうふうに批判されたなんかする選手はですね、ええ、直さなきゃいけないわけですよ。だから木村選手もちょっと今やっとエンジンかかってて、今桜井さんおっしゃいましたね、ええ、それじゃ本当はいけないんですよ、もう最初からエンジンかかってなきゃいけないわけですよ。そうですね、はい、だから今チャブにホールドされてるわけですよね。さあ木村健吾としては何としても自分のペースをつかみたい。もう潰されたんでしょ今の。あ、そうですね、今もやっぱりね、2つあったら逆を取れるわけなんですよ。ははそれ今もう押し潰しにかかってるわけですよね。今のところ序盤戦はチャレンジャーのチャボが先手先手と言っています。どの辺で木村健吾が盛り返しますか、そして自分のペースを作れますか。腕を取って投げを打ちました、ヘッドシザースに取ります。さあエンジン全開といきたいところ、木村健吾チャンピオン。
それと木村選手は気をつけなきゃいけないのですね、あのチャボはですね、あのなんか淡々としてるでしょ、はい、構えるでもなく手をブラーッとして下げてますよね、そしてわざと来た時はパッと速いでしょ、そうですね、まあ、そういうところはやっぱりこういうタイプもいますからね、気をつけないといけませんね。さあ回転します、木村が返す、うまい、チャボが飛び込んだ、チャンピオン木村が切り返してサイドヘッドシザースです。この辺の動きは非常に絶妙です、両者の動きは非常にスピーディーです、小技の応酬が見られています、これもプロレスの醍醐味の一つであります、接近戦での小技の応酬、取ったり取られたり、そういった試合が展開されています。ヘッドシザースを回転して返しました、この辺は非常に見せますチャレンジャー、動きもそして派手であります。もう一回足を取る、山本さん、こういったですね、はい、取ったり取られたり、小技の応酬というのはですね、はい、これが長引きますとどちらに有利に響きますかね。そうですね、難しいと思いますけどね、うん、こういう細かい技がですね、スタミナ奪いっこしてるんですからね、まあどっちがっていうこと言えませんね、うん、まあ、桜井さん、どちらにしても、はい、こういったテクニックの応酬というのは両者とも得意ですよね。そうですね、まあどちらかというとね、はい、木村君の場合はですね、もうビシビシとこの技をね、こう決めていくタイプですね、チャボの場合はやはりこの技をこう流してですね、うまくその相手のね、自分のペースに引っ張り込んでくるという、はい、バックを取ります、右の足を取りました、バックを伺うチャンピオン木村です。しかしチャボゲレロも冷静です、すかさず左の腕を取りました、足をね、取りに来た木村君の腕をね、決めていったのね、チャボの動きいいですね。そうですね、見破られてるわけですね、うん、要するに、普通あんだけ3回ですかね、はい、取りに行くとフリをしてるわけですね、はい、木村選手はね、それでは最後足取りに来ましてね、はい、それでも見られてるわけですね、ははだから片足は取れましたけど、もう一歩の足は取れませんでしたね、それで逆に今度は腕を 取られてしまった、だけどもう見破られてるわけですよ、はい、ダブルネックロックの体勢か、チャレンジャーのチャボ非常に落ち着いています、もう一回複合技チキンウィング、そしてダブルレッグロック、この体勢は非常にきついぞ、そのまま持ち上げるか、サーフボードストレッチ、なおかつ足を固めています、余裕を持った冷静な攻め、チャレンジャーです、チャレンジャーらしからぬ動き、ファイトが展開されています、がっちりとサーフボードストレッチに取りました複合技、木村がこらえています。この後いよいよスピンズ天王山、アントニオ猪木対ハルク・ホーガンの NWF タイトル戦が控えています、この東京蔵前国技館、その前にもう一つのビッグイベントが展開されています、木村健吾対チャボ・ゲレロ61分一本勝負 NWA 世界ジュニアヘビー級選手権、立ち上がりから序盤戦は粘っこい小技の応酬が続いていますが、ややチャレンジャー有利でしょうか、試合運びの上でチャレンジャーが有利でしょうか、回転します、ちょっと木村チャンピオンが後手後手に回っている感もあります、積極果敢に序盤戦チャンピオンも攻め込んでいきますが、ちょっと裏をかかれている、そんな場面が多く見られます。木村健が組みついていきますが、すかさず足を取ります、山本さん、はい、まあ、小技の応酬でですね、はい、やはりチャンピオンの方にちょっとイライラが生じて、はい、焦りが生じてですね、はい、その後いわゆるチャボゲレロの空中殺法、ジャンピングヒップアタック、はい、この辺が出るようなことになりますと非常に危ないんでね、そういうことですね、まあ、精神的な部分どうなんでしょうね、木村現在の心境どうでしょうかね、そういう精神的にはやっぱり強さというのはチャボにあると思うんですよ、はい、ただ木村選手は若いですからね、そういうところイライラしちゃってですね、さあ飛びついた、ヘッドシザース回転する、墓穴に入ってしまうと困るわけですね、はい、まあ、そういうのイライラをして抑えなきゃいけないわけですよ、それにはやっぱどうしたらいいかというと、やっぱり自分からどん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 攻めていかなきゃいけないわけですよ、そうですね、そういうのを忘れるためにですね、まあ、積極果敢に攻めていくんですが、はい、まあ、冷静にチャボに切り返される、はい、そんな場面が多いわけですよね、そうですね、まあ、正直言ってですね、そういう点ではやっぱりチャボの方が一番上ですから、はい、まああれでしょうね、木村君としてはね、こうなったらじっとその我慢のレスリングでですね、チャボの技に耐えて動いてついていってですね、それで木村君の持っているその一発のね、大きな技で勝負にかける方以外ないでしょうね、そうでしょうね、はい、そうしますと逆に距離を置いた方がいいかもしれません、チャンピオン、さあ組みついていく、回転します、体が崩れました、危なかったんですよ、そうですね、あれですね、
ホールに持ってきながらですね、頭の後頭部打つわけですね、まあ、そうすると本当に自分がボーっとしてる時でも3秒あの1、2、3って3つ数えられてしまいますから、はい、気をつけないといけません。ネバッコイグランドテクニック、これは木村健吾も得意としておりますが、今のところ先手を取っているのはチャボ。そういった意味では木村は距離を置いて立体殺法に持っていきたいか。どうでしょう、自らロープに飛ぶ、あーぽい待ち構えていましたチャレンジャーのチャボです。2人の肩口からショルダースルーに取る。さあこういった立体殺法、空中殺法がいいか。ドロップキックです。距離を置いた方がいいかもしれません。振り子式のバックブリーカーに取る。やはり櫻井さん、こういったですね、距離を置いてからのそのスピードを駆使した立体的な攻めがいいかもしれませんね。そうですね、やはりあのグランドレスリングですとね、さっきからの動き見てますと、やはりチャボにね、一日の長がありますよね、ですからなかなか木村ね、攻め口取れないと思うんですね、ですからやっぱりもうちょっとこの大きな技でね、もう一か八かの勝負ということをした方がいいんじゃないですかね。そうですね、キーロックに固めました。やはり木村君のあの大技というのはなかなか破壊力ありますからね。木村健吾にベルトをもたらしたあの必殺兵器、ファイルドライバーが一炸裂しますか。木村健吾、当然そのチャンスを伺っていることでしょう。その前大会として右の腕をキーロックで攻めています。なんとしてもチャレンジャーチャボのスタミナを奪って、あの必殺兵器を爆発させたい木村健吾であります。血と汗で掴んだ NWA 世界ジュニアヘビーのタイトル、これを手渡すことは許されません。木村健吾も必死です。今ですね、5度目の防衛戦、キーロックですね、したんですけど変形の、キーロックだったんですよね、だから逆に返されたときですね、今足が今度逆に決まっちゃってるわけですよ。あ、そうですね、これは苦しいですよ、まあ、その辺を計算してですね、この半回転させたチャボゲレロの起点。そうですね、まあ、それと木村選手もですね、まともじゃ黄色くじゃいけないと思って逆にかけたわけですね、それが裏面出てしまったということです。さあボーアンダーローか、その体勢から弓矢固めがある、アントニオ猪木の得意技弓矢固め、チャボガレロが見合った、チャンピオンの木村に見舞う。さあ木村が返した、ボールの体勢、これはカウント一つです。スクッと立ち上がりました、ちょっと腰のあたりを抑えています。チャボガレロのうまい動きが出ています。かつてアルフォンソ・ダンテスを破りまして NWA 世界ライトヘビー級チャンピオンとなり、親子2代このタイトルを制しましたチャボ・ゲレロ。そして一方の木村健吾もメキシコ遠征時代にエル・ファラオンを破りまして、この NWA 世界ライトヘビーのチャンピオンになっています。ドロップキック、至近距離です。櫻井さん、まあ、そういった意味ではですね、同じタイトルを制してるんですよね、この2人は。そうですね、まあ、このチャボゲレロ ね、このスティーブ・カーンとね、木村の持ってるタイトルをね、争ったこともありますしね。そうですね、まあ、欲しいでしょうね。ローリングクラッチホールドに行くか、あっと、手が滑りましたが、もう1回持っていく。しかしこれは不完全です。チャレンジャーのチャボに余裕があります。木村君はね、この勝負どころですね、やはりこの20分を過ぎますとね、このチャボにガゼン有利になってくるんじゃないですかね。あ、そうですか、相当に木村君のスタミナロスしてると思いますよ、今までの攻められて。スタミナ配分ではチャレンジャーでしょうか。体を入れ替えます。エルボースマッシュ、木村が踏みとどまりました。まあ、今のようにですね、山本さん、チャボの動きがですね、看板になったというか、ちょっと攻めが荒くなった時にですね、チャンスがあるかもしれません ね、 そうですね、今ちょっとチャンピオンを見下したような動きをしましたよね。そうですね、まあ、それ甘く見たもんですけど、それを今木村チャンスだったんですよね。あれですぐですね、足を取ってですね、ローリングすればですね、ということを感じたんですけどね、まあ、なかなかやってる本人たちはですね、そこまでいきませんからね。だからね、とにかく必死ですからね。ダブルニーリフトの連発からバックブリーカーに取ります。右の足がすかさずサードロープにかかりました、チャレンジャー。ここでね、木村がどこまでその畳み込んでね、この技をこの相手にそのぶつけられるかということですね、ブレンバスターに行く。チャンピオンのブレンバスターです。カウント2です。勝負どころですよ、ここは。徐々にペースをつかむか、チャンピオン木村健吾、得意の大技ブレンバスターを披露しました。さあこの辺でなんとか自分のペースに持っていきたい、チャンピオンペースで試合を運びたい。狙いすましたパンチコースで切り返すチャボゲレロです。シリーズ天王山、猪木対フォーガンの前のもう一つのビッグマッチ。
NWA 世界ジュニアヘビー級選手権、白熱の攻防です。立ち上がり序盤戦から中盤を迎えています。リング上パンチの応酬だ。膝を使う。もう一回振り越しのバックフリーカーだ。山本さん今のどうですか。いいですよね。お互いにスタミナを奪おうとしてですね、腹ばか狙ってますよね、はい、お互いにですね。ああそうですか、はい、ロープに送りました。トップロープに登る。チャバレーのトップロープ、トップを切る。1回転身構えて入ってくるところをドロッピックです。カウンターで決まりました。木村がフラフラっていくところ、サマーソルトドロップ、助走をつけて飛び込んだ。これはどうだ。木村が返します。さあスモールパッケージホールド、これはどうだ。かろうじて返しました。チャボバックドロップ、うん、木村大技の連発。さあペースをつかむか、いい、ね、ペースをつかむか。木村がホールの体勢だ。スモールパッケージホールド、あるいはバックドロップと大技を畳み込んでいきます木村。さあ必殺のファイルドライバーか。この技がチャンピオンにならしめた。ファイルドライバーだ。さあどうでしょう山本さん。今聞いたんですけどね、位置がどうですかね。位置がね、ロープニアですね。これもう立った方がいいですね。この技でチャンピオンに輝いた。もう一回ファイルドライバーに行く。ジャンピングファイルドライバーだ。木村の得意技2連発。これはどうでしょう。さすがのチャボもリング下にエスキープ。すさまじい試合になりました。そしてチャンピオンの大技の連発。木村のチャンス、チャンピオンチャンスです。さあここで何としてもすっきりと蹴りをつけたい。チャンピオンの木村健吾、このチャボゲレブにすっきり勝って、そして5度目の防衛を飾りたい。先だって9月30日の武道館スーパーファイトではチャボゲレロが優勢のうちに試合が終わっています。木村チャンスだ。ドロップキックです。ドロップキックでリング下に蹴散らす。チャボゲレロがリング下、フランチャーに行く。かわされた。左の肩内から転落。フランチャーに行きましたが、これは焦ったですね。ちょっと勝利を焦りすぎましたかね。焦りましたね。そして山本さん、はい、チャボは逆にですね、この焦るのを待っていたんでしょうかね。そうですね、誘っていたんでしょうか。フランチャー向こうに行ってしまいました。左の肩口を打っています。肩口を打っています。チャンピオンの木村、いち早くチャボがリング内に入った。チャボがリング内に入った。レフリーのカウントが進む。さあ何としても上がれ。木村上がってもらいたい。ここでゴングです。おっとレフリーがチャボの手を上げたか。正式な裁定はどうでしょう。カウントアウト、スレスレで入ったんですね。いや、カウントアウトでしょう。リングアウトですね。チャボの手が上がっています。木村健吾敗れたか。ちょっと焦りすぎたという感じ。木村健吾のリングアウト負けか。勝負を放送席の古田さん、はい、ですね、今こちらの方でチャボゲレロ選手の一応勝ちは、はっきりしておるんですが、タイトルの防衛がなるかどうかというのをですね、今確認しに行っておりますので。あ、そうですか、はい、さあ果たしてどうでしょう。タイトルの移動はどうでしょう。いや、これ当然あれですよ、チャボの勝ちですよ、はい、リングアウトでも勝ちは勝ちということがありますからね、手を差し伸べました。チャレンジャーのチャボ、そしてこのチャレンジャーのチャボゲレロが制しました。リングアウトで木村健吾を破りました。タイトルの移動があります。新チャンピオンチャボゲレロ誕生です。これから新チャンピオンに輝きましたチャボゲレロに認定書が送られるところであります。木村健吾、5度目の防衛戦にして敗れました。そして必殺のパイルドライバーを2連発させまして、木村大きなチャンスが巡ってまいりました。しかしやはり勝負を焦りすぎたんでしょうか。そしてまたこのチャレンジャーのチャボがうまく誘ったんでしょうか。無謀にプランチャーを奪いまして、それをこのチャボがうまくかわしてしまいました。結局20カウントリングアウト負け。木村健吾敗れてしまいました。そして新チャンピオンにチャボゲレロが輝きました。 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン、新チャンピオンの誕生です。認定書に続いてこれからこのベルトが贈られます。スティーブ・カーンから始まるこの NWA 世界ジュニアのベルト、今ロサンゼルスの帝王チャボ・ゲロロに渡されました。We hope you enjoyed this look at wrestling in Japan. It isn't very often we're able to bring it to you,
But when we can, we hope that you'll compare. You'll find that the basically the wrestling is the same. The customs surrounding the match are a little bit different. And, of course, the intense interest of the people is always the same. But Chavo Guerrero has proven his point. He said that he would produce the evidence of winning the tournament in Japan. Not that anybody really doubted him, except those people who also try to lay claim to the title. But Chavo Guerrero has the recognition that is beyond a doubt. He is willing and able to face all challenges and meet all comers. And as that old-fashioned cliche goes, why, that's good enough.